どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は技能の検証をやっていきます。いろいろと検証をやってまして、残り一つ検証をすると、まあおすすめの技能がこれだよっていうのを言えるようになると思います。今日検証する技能なんだけど、シュラです。このシュラがだいぶ強いらしいんだよね。でも実際、優先的に入れるほど強いのかどうかわかりませんので、今日は検証していきます。それではシュラの検証方法です。武器を3種類用意してます。まず何もつけてない武器、そしてシュラだけをつけた武器、そして攻撃をつけた武器となってます。まず何もつけてない武器で叩いてどれぐらいのダメージが出るかお見せします。でその後に攻撃、まあ、攻撃スキルっていうともう必須なのよ。これは絶対入れなきゃいけない。この攻撃で、戦ってみる。そうしたらどれぐらいなしとありとではダメージが違うのかわかると思います。でその後にシュラだけつけたやつ、これで戦っていきます。そうしたら、まあ、攻撃とどれぐらいのダメージの差があるのか見ることができると思います。では早速何もなしから使っていきます。それでは検証をする場所ですけども、ここです。剣上演武の演習、一番最初だね、ここの難しいでやっていきます。これ一番最後まで来ると、ボスが一体だけひょこっと出てくるので、そのボスに通常攻撃、もうチャージなしで通常攻撃だけを当ててどれぐらい削れるのか、それを見ていきます。まあそのために手数の多いこの2頭でいきます。全部で、12回攻撃するので、まあ、通常攻撃のダメージ量っていうのが見えやすいと思います。はい、ではそういうことでやっていきましょう。出てきました。毛利元就だね。これに通常攻撃を12発全部当ててみましょう。これぐらいです。これが、スキル何もなし、技能何もなしで攻撃してきた時のダメージです。それでは次は攻撃レベル9、この技能を入れた武器で攻撃をしてみましょう。半蔵が来たか。確か敵の防御力は一緒のはずなんでダメージはわかると思います。いくぞ。結構違うね、結構違う。これが攻撃レベル9、それだけを入れた武器です。何もなしとではだいぶ違うと思うよ。ではラスト、シュラレベル9、これだけを入れた武器で攻撃してみましょう。さあどれぐらいダメージが変わるんだろうか。もう目に見えて変われば、これ絶対つけるべきだよね。どうだ、いけ。あ全然違う。むちゃくちゃ強いじゃんいや、ここまで違うとは思ってもなかった。ああここまで違いますか。はい、とりあえずシュラこれぐらいダメージがありました。それでは結果発表。今回のは分かりやすかった。分かりにくいスキルもあったんだけども、これはね全然分かりやすかったね。まず、見てもらうとこういう感じになってまして、ノーマル何もつけてない状態をこれだとします。そうすると攻撃レベル9、これを入れることによってダメージが倍になります。で、シュラだけを入れた時、
なんとダメージ、何もなしの4倍です。4倍。全然違ったね。ここまで違うとは思ってもなかった。攻撃とトントンぐらいかなと思ってたら、いや、まさかの。これね、シュラが最優先です。最優先技能はシュラ。これもう今日確定した。絶対ね、攻撃とか速度、範囲、その辺かなと思ってたら違う。のんのんのん。シュラ。シュラです。はい。まあこんな感じで検証をすべてやっています。まあランキングでね、どれを優先的につけるべきか出してみますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。